1982年スペイン議会総選挙は、スペインの国会を構成する議員を選出するため1982年10月28日に行われた選挙である。スペイン上院とスペイン会員の両方で選挙が行われたが、本校では会員の選挙結果についてのみ取り上げる。当時の与党、民主中道連合内部の不協和音が高まったことを、 きっかけに1983年3月の人気満了を待たず、1982年8月28日に国会が解散し、実施された総選挙で、当時の野党第一党であったフェリーペ・ゴンサーレス、初期長率いる社会労働党が過半数を大幅に上回る議席数を獲得して、政権の座を手にした。 また、それまでの与党である民主中道連合が議席数を大幅に減らし、軍省政党に転落したのに代わって、中道連合から議員を吸収した国民同盟が大躍進して野党第一党となった。そして、前回10%を超える得票を得たスペイン共産党は党内における路線対立が原因で支持を大幅に減らし中道連合と同様に惨敗した。 投票日、1982年10月28日、西平茂げ各国の選挙から変遷と、実情マイナスの、第6.1章、スペインを参照した。有権者数という高得票数及び、投票率、選挙結果は、碇順次長、現代スペインの歴史激動の世紀から飛躍の世紀へ、彩り流、社、181ページ、1982年、 総選挙会員議会結果より出所スペイン内務省ありがとうございます。